ああ、呼び乗りの、はい、呼び乗りの匠さんが、ね、トイックかトイックか選べるんですけど、大体みんなも毎年みんなトイック社大の人多いですね。特に大阪大学とか多いです。決まってはないんですけど、なんか毎年の慣例でじゃんけん3人で、はい、で、6人来たんですよ。お、ポーカーみたいな。そうです、心理戦さあ、では始まりました、ムチャチャンネル。さあ、今回はですね、はい、やってまいりました。こんばんは、師匠。はい、ポイズン菅野。ポイズン菅野。ポイズン松本さんにやってきてもらったんですけど、どうしてですか、唇がめちゃめちゃ腫れてますけど、何が起こった、うん、ちょっとさっきですね、師匠と激辛を食べまして。そうですね、はい、やりましたね。もうちょっと、本当に今、胃が気持ち悪いです。自分もやばい。詳しくは、サブチャンネルの方ですね、見ていただければいいんですが、この間兄弟の動画出して、そうですね、まあいろいろなんか、ね、はい、兄弟の悪口だって言った人もいれば、はい、いや兄弟らしくていい、やっぱり兄弟ってこういうとこだっていうね、意外に評価してくださる方が多かったんで嬉しかったです、はい、ね、びっくりした感じなんですけど、はい、多分コメント欄見た人もびっくりしてたと思います。なんでってなったと思うんですけど、その中でやっぱね、ちょっとあったのが、京都大学の院どうやって入ったんだっていう、ね、ああそうですね、はい、そこをちょっと聞きたいなと思うんですけど、院試が、まあ、もちろん京都大学に限らずどこでもあるんですけれども、はい、まあ、院試が、まあ、僕のところの場合 TOEIC か、まあ、TOEFL、IBT か選べる、はいはい、でそれで英語が点数として、あとは数学と、まあ、専門科目みたいな、はいはいはい、なんか合計3教科だったんですけども、ゼミは同じゼミで、この学部時代から同じゼミで、あ、そうですね、学部時代から同じゼミで、まあエスカレーターみたいな感じで僕は上がりました。そうですね、そういうの結構やっぱ重要は重要なんで、そうですね、僕の場合はその学部が慶応の英語学なんで、はいはい、でそこから東大の言語学に行くので、やっぱりどうしてなのみたいな感じで、あ、はい、結構聞かれたんで、まあまあ英語学言語学つながりはあるんですけど違うじゃないみたいなんで、であとは自分の先輩とかも結構やっぱ違うゼミに行くと、うん、なんでみたいになって言われる人がかなり多かったっていうので、まあそこは全然大丈夫だったんですね。そうですね、僕のゼミは結構ホワイトだし、ホワイトなゼミ、まああまり月曜日から金曜日まで朝何時から夜何時まで必ず来て実験しなさいとか、はいはい、なんか勉強しなさいみたいな、そういうコアタイムみたいなのがなかったので、うんうん、楽って言ったら悪いですけど、はいはい、まあ自分のやりたいこともやりたかったんで、融通が効く、うんうん、ゼミがいいなと思って、最初4回生の時にそのゼミをみんなで最初選ぶ時があるんですけど、あ、4年生からゼミなんですね。そうです、4年生からゼミなんですけど、そうなんだ、慶応3年生からですか。あ、そうなんですね、はい、違うんですね。で4年の7月ぐらいかな、院試があるんです、はい、次の年の、まあ、大学院で合格者っていうのがバーッと出るんですけども、はい、じゃあ合格した人から、じゃあどこのゼミどこのゼミみたいな、はい、なるときにルールとして決まってはないんですけど、なんか毎年の慣例でじゃんけんなんですよね。じゃんけん、え、じゃんけんで入るゼミが決まる。え、もうもともと院試で合格してる人たち。そうなんです、合格してる人たちなんですよ。合格してる人たちが、はい、じゃんけんで、じゃんけん、研究室で、もちろん研究室によっては俺らは成績で決めようぜとか、はいはい、いや俺らは成績とじゃんけんなんか半々で決めようぜとか、なんかそれいろいろあるんですけど、はい、でも基本的には募集人数が5人で、例えば7人その研究室を希望したら、まあ、2人どっか消えないといけないんで、まあ、じゃんけんで決めるかみたいなのが大体通例みたいな。へえ。その大学の先生もじゃんけんで決めるなよとか、はい、逆にじゃんけんで決めろよとか、何もノータッチで、うん、まあ、好きに決めてみたいな。え、じゃあ先生たちが決めるわけじゃなくて、学生たちが、学生で決めるんですよ。変なとこ自立してる。あ、そうでしょ、あ、そうでしょ。そうなんですね。そうなんですよ。でそこで僕ははぁって思って、なんでそんな院試で点数取って受かって、なんでじゃんけんで負けたら行きたくもないゼミに行かなあかんねんと思って、その時に行きたかったそのまあ4回戦の時と同じゼミなんですけど、そこ募集人数が確か3人で、で6人来たんですよ、僕含めて。なるほど。いや、半分が。そうなんですよ、半分入れないんだ。うわ、これやばいと。大学院行ってもう旅行とかいろいろしたかったのに、これやばいと。ブラック研究室行ったら死んでしまうと思って。ああ、なるほど、なるほど。で、どうしようって思って、そこで僕はみんなこういう、あ、ここに、この研究室はここに集まってみたいな場所決められてるんですけど、はい、そこの椅子でこうやって座って、はいはい、え、成績やろみたいな。ああ、成績だろ。余裕で成績やろ。え、はい、何寝ぼけたこと言ってんのみたいな。何じゃんけんで、じゃんけんアホちゃうみたいな。ああ、
そんなん院試やった意味は成績がいい人が受かるわけやから成績で決めるのが普通やろってマウントを取ったんですよ、はいはいはい、そうするとこんなメガネかけた出た出たそんなそんなメガネのやつなんかいないしうーみたいな陰キャがすごいあの角が立ちまくるみたいなみたいななって3人が他のところにここはちょっと怖いからみたいな感じで行ったんですよね。それ部屋同じ部屋なんですか。同じ部屋です同じ部屋でここのゼミここのゼミみたいな、このテーブルにはこのゼミの人来てみたいな、あのテーブルにはこのゼミの人みたいな感じでテーブルごとに分かれてて他のテーブルに行ったんですよ。じゃあ3人消えたからおちょうど3人で行けたってなってやったって思って、それちょっと待って成績じゃあ良かった自信があったんですか。で蓋開けてみたらですね、はい、さっきその3人いなくなったって言ってたんですけど、そのうちの1人が主席やって、ああ後で分かったことなんですけど、一番成績が良かったなんで行ってんのそんだけ点数おったらよかったやんと思ったんですけど、まあ僕は全然そんなめちゃくちゃいいってわけじゃなくて真ん中ぐらいやったんですけど、はいはい、成績じゃなくてじゃんけんもすることもなくすごい戦うことなく勝ちましたね。すごいですね。ブラッフィングですね。そうです、ブラフをかけてね、ブラフをかけて、はい、ポーカーみたいな、そうです、心理戦そんなに自分の成績には自信なかったんですけど、はい、お前らじゃんけんとかないやろみたいな、兄弟戦無駄なところに頭使ったわけですねそうですね、なるほど。まあじゃあじゃんけんっていうのがあったりとか、はい、運があったり、そうですね、張ったりをかましたりとかいう心理戦があったりする兄弟の因子っていうのは終わったんですけど、じゃあ普通の学科の試験はどういうやつなんですか、はい、理系ですもんね。あ、そうですね、専門科目はどのコースかによっても細かく変わってくるんですけど、はい、まあ、数学と、まあ、その英語と、まあ、その専門科目で、うん、数学と専門科目に関してはちょうどたまたま僕の専攻とかやってる勉強の専門系が、はい、YouTuber のあのたくみさん、ああ呼び乗りの、はい、呼び乗りのたくみさんが、はい、大学の物理とかなんか流体力学とか、はい、いろいろ動画出されてるんですけど、はいはい、それが結構僕の専門科目に被ってきてたんですよ、はいはいはい、呼び乗りのたくみさんのことはそれまで存じ上げなかったんですけど、はいはい、YouTube で見つけて見てみたらめちゃくちゃ分かりやすいやんって思って一ファンになってしまったんですけど、そうだったんですね、はい、それで院試の数学とかたくみさんの動画を見つつ、まあ、自分でなんか過去問といたり勉強して、うんうん、まあ、見事この合格ラインは突破できたという感じでしたね。なるほど、じゃあたくみさん様々、ほんと様々ですよたくみさん。で英語がトイックやったんですか。英語がトフルやった、トーフルだったんですけど、うん、でトイックかトーフルか選べるんですけど、大体みんなも毎年みんなトーフル取ると、トフルに行くんですね。そうなんです。で、なんでって僕も最初思ったんですけど、簡単なのに、はい、トフルにしたらみんな差つかへんから、はいはいはい、みんな仲良し恋して行こうぜみたいな、そんな、そんな感じなんですか。え、裏切る人出てくるんじゃないですか。裏切ったとしてもトーイックで結構いい点数を取っても得点調整みたいなんで、あ、それやっぱりかなりガーンと下がっちゃうんですよ。なるほど、990点まであるんで、はいはいはい、でも IBT だともうみんなトフルだと、あ、なるほど、ね、もう似たり寄ったりの点数なんで全然差がつかずにみんなちょっと仲良しで行こうみたいな。時々いいんじゃないですか、もうやっぱり海外からとか。ああ、いますいますいます、はい、バケモンみたいな人いるんですけど、まあ、その人はもう勝手に受かっといてみたいな話なんで、みんなの感覚では。多大から入ってくる人多いですか。多大の人多いですね、特に大阪大学とか多いですね。あ、やっぱり、はい、大阪大学はむしろ京都大学より勉強されてる学生多いんで。へー、なるほど大学入ってからですね。 なんでだから余裕で京大生より優秀な人多いです。そうなんですね、はい、意外、京大に行けなくてクソって言ってね受かるような感じもありますけどね。それ多分4年間こう結構しっかり勉強して、はい、多分気づいたら京大生雑魚ないみたいな。なるほど、そんなね花輪伝言みたいな、はい、そうですね、そういう感じになったりするわけですね、はい、面接とかないんですか。面接はないですね。もうこれだけ、それだけです本当に。点数だけで合否決まる。論文はない。論文もないですね別に。論文チェックされないんですか学部の。卒業したら するときは卒論もちろん書かないといけないんですけど、その卒論が院試に影響するっていうのはないですね。羨ましい。全然違う。僕は東大の言語学で英語とフランス語をまずやって、はい、でプラス専門がそれ言語学で、しかもそれ東大の言語学行ってる人たちで習ったことなんですよ。そこは習ってないまま、それで戦って、で、次に、口頭諮問って言って、論文ですよ。しかも、ここの、
さっきやったこの3つ解き直しですからね、面接中に。あ、そうなんですか。フランス語まで突っ込まれますからね。やば、みたいな感じ。そういうのが普通だと思うんですけどね。続いてだ、論文の内容もめちゃめちゃ読まれて、ここどういうこととかっていう説明とか、それなかったんですね。兄弟はだからそう聞いたらめちゃくちゃ楽ですね、本当に。そんな感じだったんですね。いや、これでも兄弟ね、目指す人、まあ理系ってほら院行く人多いじゃないですか。そうですね、院大体9割行きますからね。だから参考になったと思いますよ。そうですね、じゃんけんとかやるんやったら兄弟やめようとか思わないでください、ね、あの僕みたいにドヤ顔してたらいけるんです。そうドヤ顔して、たくみさんの動画見てドヤ顔すれば。たくみさんのね動画本当に有用なんで、理系で院行く人はぜひ見てください。はい、ということで今回はですね、ポジティブ松本に東大じゃねえ兄弟の院の入り方についてちょっと聞いてみました。はい、はい、ね、ベーシスで英語を教えてますので、そうですね、ぜひそちらの方も見てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと、僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC で、もうほんと400点、500点さえも取れない。でも700点、800点取りたいっていう人とか、英検、もう全然3級も取れないとか、準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。